ミルクサッカーアカデミー、ノベバでございます。ノーミルク砂糖でございます今。今日も一つよろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はこちらでございますよ。ドん。夏の遺跡徹底解説またれました。盛りだくさんでございますね、今日はね。りりそうなんでございます。が出た。 い今日は浦和から柏に移籍した武藤佑樹選手、そして湘南から福岡へと移籍しました中村俊選手に、あとはメルボルンシティからレンタル帰ってきまして、またレンタル行くことになりました椿直樹選手と、そしてえ昨日も動画出しましたけれども、アンデルレフトペースフェアからオファー来ている神戸の古橋京吾選手、もし仮に古橋移籍なら神戸どうなるなんて話を今日はしていきたいなと。 って言っちゃいましたけど、武藤選手、そうなんですよ、ねそうなんですよ。いろんなところ、これそれぞれね、いろんな理由、見えてまいりましたので、探偵してまいりましたので、日はねはね、よろしくお願いします。ではまず一つ目、こちらからまいりましょう。と、ねらいとね、その後のチーム作りみたいな、どんななりますかという話ですね。そうなん まああの思えば、今年ね、浦和がだいぶ、うわーっといっぱい取ってるんじゃないかって話もあるけど、よく考えたら、これ、江坂選手と武藤選手、ほぼトレードみたいなことになりましたね。結果的にですねなんで、もしかすると、どっちもそんなにお金使ってないですね、これね。書類代、インク代プラスみたいなところぐらいでしょうもうね。ないでしょう。んぶん、浦和がレイソルにちょっと払ったぐらいじゃないかなとは思に で、これね、理由がいくつかあるんですよ、マーンさん、見ていただきたいのが、左側の図で、すごいざっくり考えて、一人一ポジションって考えたら、左のような感じのフォーメーションになるわけです、今のレース武藤選手、それで左の車道になるんですが、車道の武藤選手の下のお二人、神谷選手、仲間選手が今、おけが。 もともとここに江坂るだったわけですよ。はい、で江坂選手がちょうど出ていっちゃうぐらいのところで怪我からようやく豊島幸郎選手が帰ってきたってのもあっていわゆる6月末ぐらいの段階って、うん、左の人とほぼ誰もいない状態に、うん、そうだったんですよね、うん、でそこに豊島選手怪我で帰ってきて、うん、で武藤選手も取ってってところでどうにか人数的にもバランス合うような感じになったのかなとは思います。 そして最近はね、もうマーサーも結構おっしゃってくれてるんですが、ペドロ・ハウルよくないですかいや、なんかちょっと輝き始めましたね。そうなんですよね。はい。そしてやっぱり、やっぱりこうね、やっぱり柏レイスルと言ったらオルンガもいたし、エーサカもいたけど、やっぱりこの男、クリスティアンの。真骨頂。そうですね。先日のね、鹿島アントラーズ戦でも、らしいシュートでしたね、シュート。軌道が蹴り方がクリスらしいっていうね。 そうなんですよね。えーはい、だから、このチームって、まさにその右からの流れから2得点とかアントラーズ戦でもありましたけど、あとは左からの連携から、なんやかんやってペドロ・ハウルとかクリスティアンノにボールが通りさえすれば、攻撃なんか良さそうですよね。っていうことで,何で、なんで武藤祐樹選手を獲得したのか。 彼実は2015年以降僕データ取り続ける中で一個ダントツナンバーワンのデータを持ってるんです。イリーグの中でってことね。はい。あのね、うん、いろんなところのメディアさんからも記事出てましたけど、うんうん、彼はオフ・ザ・ボールの天才なんですね。はい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 。データ的に言うと、ナンバーワンスルーできる人。 うん。ああ、よく見るよね。うん。はいはいはい。ね左からパス来るところに、ヒュッとこう、股開けてとか、はい<ぁ>。そんなシーンあると思うんですけど。一回、二、うん、回スルーしたの見たもんね、ワンちとかありましたもんね。<laughs> あれが日本で最も上手い選手は、は<ぁ>武藤祐希選手です。見えてるってことですよ、はね。俯瞰でそうなんですよ、ね。 今までここのシャドウのポジションって、ま、あ江坂さんも含めたら、こう、うん、存在感あるアタッカーとして、江坂さんや瀬川さん、もしくは神谷雄太選手っていたんですよね。うん、だけど、うん、そこにこう、中止にするんじゃなくて、そこに中止集めつつ、ボール受けるんじゃなくて、スルーで一人の、ね、相手のディフェンダーとかを無効化したいとか、そういう役割も、ここで彼がやることによって、担えるんじゃないのかなってことでは、獲得につながるのかな、というところ、ございます。もちろんね、そこからスルーしましたって、先ほどマーさんおっしゃったように、2回スルー ルーダとか、うん、折り返したところで、武藤選手相手のディフェンダー、その時はもう見失ってるから、折り返しにまたパンって、ワンですね。うんうん、ワンタッチでシュート打つってこともできるので。これはレイスル得点力、上がる感じ、すごくしますね。はい、楽しみでございます。はい、楽しみです、本当に。<laughs> そして、二つ目、うん、個人的には、これがびっくりしました、と。 湘南ベルマーレからアビースパー福岡に中村旬選手移籍でございます。これ収録してるのが我々7月13日火曜日なんですが、はいうん、え今日です。なんでまさ、この移籍、えー、が起こった。はい、で、この中村選手もともと、モンテリオ山形からこの冬、うん、湘南にやってきた選手なので、すさまじく珍しいです。たった半年で完全移籍2連発っていうのは、なかなか、 はい。な、はい遺跡が起こりました。ただ、ここにはね、ちょっと涙ぐましいというか、うん、乗り越えた福岡の強化部とちょっとタイトル名、ね、打たせていただきましたけど、うん、ちょっとここにはね、皆さん知っておいていただきたいことがあるんです。はいはい、特にアビスパのサポート、サポーターさん、または徳島ボルティスのサポーターさん、うん、並びに J2、J3 のサポーターさんをお聞きいただければと思うんですが、はいはいはい あの今年の冬、実はアビスパ、ちょっとあのセラゴールキーパーセランテスさん出したオフェンスのメンバー取ったとかはあったんですけど、実は補強、失敗してたんです理由があって、半分以上の選手に断られちゃったんですよ。うっていうのも、これ、実は徳島もそうなんですが、はいまあい、あくまで過去のデータからの話なんですけど、うん、残留経験が少ないんですよ、J1 で。 確かにそうですね。うん。はい。っていうところから、福岡と徳島には、あの、言葉た選手たちの方の言い分としては、1年残留できたら行きますねっていう。うん。なるほど。そんなお話もあった。だぁはは だから実は、ボランチ今右側ね、うん、あの、アビスパの表もありますけど、もともとここ今もう中村選手もいて5名いますが、はい、開幕時点で3人しかいなかったんですね。なかなかないね、ダブルボランチを組みますよってチームで、ボランチ3人しかいないチームってなかなかないので、うん、そこがね、川上さん入ってこれで中村さん入ってどうにかね、これボランチ5人体制というところが出来上がりましたと。うん でプラス、この福岡っていうのは、だからもう1年じゃなくて、半年でやっぱり上位のトップ6のところまで一気にがーっと駆け上がっていったから、はい、これはもう残留できるだろうというか、もういわゆる選手たちの見方もがらっと変えることができたっていう状態になっていたのかなというところでございます。さらにちょっとプラス、右側のね、福岡のお二人、ちょっと見ていただきたいのが、はいえー、ボランチのこの新しく書いた中村選手と、あと、フォワードに山岸優弥選手。うんはい ちょっと赤く映しておりますが、うん、赤くなってますねそうなんですよ、うん、この2人実はね、とある関係性があるんですもともとザスパ草津群馬で大卒ルーキーとして同期で加入したああ、そうなんだそうなんですよ<ー>であの時のザスパとか来ましたがその時もう一人いまして、はい、現先ほども名前出ましたけど、うん、柏レイソルの方は瀬川祐介さん そうか。そう、この三人が同期なんですよ。はあ、はあははあ、はその二人、特に中村選手はアマチュア契約から始まったってのもありましたから、うんうん、そこからこうやってね、J1 に来るってなかなかないですから、ねはい、あとはね、待ってるぞ、柏、フォワード、セガー、ユ介スケなんて、下に書きましたけど、三、うん、人揃ったらちょっと面白いなってのも、ちょっと思うところでは面白いで、ね、あり得るな。はい。うんうん、というところです。なるほど。 まあ、あとは湘南は、逆に言うと湘南は、えー、ボランチが1万減ってしまったって状態にはなるんですけど、うん、結局はアンカーに高卒ルーキーの田中聡さんがほぼ入ってる状態になっちゃったので、うん、そんなに大きくこうボランチたくさん必要じゃなくなったのもあるんだろうなとは、ねはい、思います。なんで経験をさせたいっていうのも含めてだったのかなと思いました。ふむふむでございました。<ー>じゃ続いて3つ目。今度は北九州マリノスの関係を見ていきましょう。はい、こちらでございます。はい、どん 椿直樹と書かせていただきましたが、うんえー、この度ね、メルボルンシティに、えー、レンタルで行っていた椿選手が、まあ、日本に戻ってきましたと。オーストラリアのね、1シーズンを終えてという形でしたがえ。で、マリノス戻ってくるのかな、どうするのかなと思っていたら、まさかのもうほぼほぼストレートで北九州に行っちゃうということで。うん、まあ、去年も在籍してましたし、ほぼまた復帰っていう形にそのままなりましたね。うんうん まずこれ北九州としてはまさに皆さんとても大きな遺跡となりました。はい、というのも北九州、ほぼ高橋大吾選手と村松耕太選手の2人を除きほぼ全員刷新という状態でしたから、うん、今季ちょっと苦戦してるのはそれが理由なんですよね。な,るほどねなんで勝って知ってる人が戻ってきてくれるのはう,ん、そうか嬉しいことこの上ないなってい、うん、メルコールンでも,でも活躍してたんでしょ してたんですよ。やっぱりその、ごあのー、世界情勢っていうかコロナのこととかもあですかね、やっぱりね。そらくはそうなんだろうなとは思いますね。あ,あでも北九州にしたら嬉しいよね。嬉しいですね。<ー>ただね、これもしかしたらマリノスとしてもいろいろ嬉しいことになってんじゃないのかなと。はい。はい えー、次ちょっとマリノスの話しようと思うんですが、今回、このマリノス夏の移籍といえば、うん、宮市亮選手も聞いてきたんですよね。なですよねねそうなんですよ見,見に来ましたた、ね、ってと<ー>、うん、いうことで、うん、一応あの、まあ、川山選手とかもいろいろいるんだけど、えー、フォワードの選手としては、マリノス、まあ、8人いる状態なんですね、右側の表を見ていただければ。うん ただ、うん、一応もう中川、右グイングの中川選手と、うん、そして水沼選手はもうすでに荒ーだし、うん、宮井選手もあの、ちょっと童顔な感じがあるから皆さん忘れがちだと思うんですけど、うん、彼も荒ーなんですよ。ああ、そうか。うん。うんうんそうだね。で、そして、オナユ・アド選手と前田大然選手は海外移籍の噂もちょっとずっとちらほらちらほら付きまとってる。確かにな。いつ行ってもおかしくないな。 ってなると、うん、今、なんか働き盛りになっているような20代前半中盤のアタッカーって、あれ思えばそんななに多くいうか、うん、あと2、3年いるよねみたいなイメージの人が少ないかもしれないね、確かにね。っていうところに、うん、面白いのが今、この椿選手は北九州レンタル、プラス今、今モンテリオ山形で絶好調の山田光太選手。 ゼルビアで最近この間ね、ハットトリックも来ました、吉尾海奈選手というのは、レンタルで出てる組が今、うん、良いですから。J1 チームってなのは、こうやってね、うん、法順に持ってていいですね。そうなんですよね。うん、で、彼らをだから時代、だから2年後、3年後、マリノスのために据えるためのっていうこともあるのかもしれないなと思います。うん、ううマリノス大計画がね、動いちょるわけですな。 そうですね。うん、そして今回もだから、椿選手を北九州にいわゆる貸したぐらいなので、うん、もマリノスと北九州の関係性ってすごいいいんだと思うんですよ。はい,はいはいはい。もしかすると、椿選手がもしね、来季とか、再来季、マリノスに帰ったとしても、うん、またちょっと今度はじゃあ若手の南を、南君を北九州の皆さん、ちょっとお願いしますとか、そういうことも起こる可能性があるから、これ、両者間なんかいい関係なんじゃないかなというところですね。うん、実にそう思いますですね。うん、ちょっとあと、ちらっとした情報をプラスアルファ、まあ、さに。うん マリノスのですね、あの、遺跡というか、台所事情計画がちょっと今、半端じゃないことになっていて、もう3年後見据えてるみたいです。3年後見据えてるあれなんかほら、広告トリオを取ったみたいなのがちょっとやっぱさ、話題じゃないでしょそしたらね、マーさん、今、大成果です、マーさん。すごい成果その世代で優勝していこうと。 って思ったら、このマリノスと北九州の関係が今いいって話したでしょ、ね、次今マリノスと広告高校との関係がすごいんですよ。今、なかなかこう映像がないんでこう盛り上がりは難しいですが、いはい、あのエリートリーグってやってるじゃないですか。エリートリーグはそのチームに 所属している選手、または下部組織の選手以外も出場することが可能なんです、ねうんうん。ああ、そうなのね。うん。なんで練習に来る高校生や大学生も、そのチームのユニフォームを着て出場することが可能なんです。カリノスのあの若手としてエリートリーグ出ることできるわけだ。そうなんですよ。へ<ー>で、次最近のエリートリーグの試合なんですが。いや、高一高校高校先生が ただらその一年生、えー、もう10番背負ってる一年生なんですええー、もう航空高校ってだってそういうなかったでしょもう航空高校に入ってきちゃってんじゃん、<laughs> もう一う人が。そうなんですよ。なんじゃなで、ほら、ンルルガンバとかアセレストとかね、ねえねえそういうとこじゃなくてこう、大阪名門校もいっぱいあるし、そこになかなか行けなくて、なんか足りなかったような、うなで,でも光るものがある選手を伸ばしてプロにしてきた高校でしょ、うん、本を読んだから僕は詳しいんですけど。そうなんです もうだって広告にすごい子が入ってきちゃってんじゃん、もう。そうなんですよ。そもそも。ね。もともとアンダー16の日本代表の選手でもあるの、あ,<ー>あるんですけど、<ー>もうだからマリノスが青互い状態になっていて。なるほどね。今実は浦和レッたと青森山田がいい関係気づいてたりだとか、えー、川崎フロンターレが静岡学園といい関係気づいてたりだとかあるんですけど、<laughs> マリノスが今度広告広告に。編成のつながりが日本中をね、こううらしてそうなんですよ。ね 静岡学園だからエスパルスとかしないんだね。そうなんですよ。だから、なんか、まあ面白いですけどね。そうなんです。だから、ほぼこの間のエリートリーグ、半分広告高校関係者だったってのがあって。これは面白いな、と。ん。だそういうところもあるんじゃないのかなと。すごい知ってるからね。ありがとうございます。地図を見たいですよね、やりたいですね。というような感じになっておりますと。そして 次がちょっと気になる話。ま、今日のラストでございます。トンと。え、先日動画にもしました、こちらですね。古橋強子選手。え、ま、左、そうなんですよ。右下のところはね、あの、我々がちょっと作ったサムネイル画像にあるんですけれども、左、ちょっと見ていただきたい。今朝、皆さん。ね。はい。これもう、あの、古橋選手が移籍したともう仮定してあります。行っちゃったと。うん。フォワード、ま、ツートップなんですけど、4人しかいないんですよね。 4人しかいない。さらに、ンコン怪我中。ああ、そうか。四分の、まあ、マシカ選手が、まあ、本当フォワードもできるんで、<う>まあ、一応、4にはなるんですけど、うん、とはいえ、イニエスタ選手も、そんなね、こう、怪我が勝ちの選手でもあるので、うん、そうすると、前のポジション、六3ポジションで7人ってのは、 ちょっと少ないですね。うそうか思ますね、うん、確かにね確にさらにあの安井拓也選手も神戸は町田にね完全移籍で出しちゃいましたからだからちょっと中盤より前ってのはちょっと不足しているような感じがしますね。うそうか、うん、そう言われてみるとで。さらに左サイドバックにあのカッコ長友と入れてあるんで問題ないふうにも見えるんですけど。ああああああ 一応ね、オファー出してるみたいな話があるからね、ねねえなんでちょっとまだ分かんないんですけど、うんうん、結局、長友選手が来ないと仮定すると、左サイドバックも初瀬さんのみになっちゃうので、今、高徳さん右やってるから、そう,だね、そうなんですよ、実は足りないんですよ、うん、ここ。だから神戸はそらく、まあ仮に古橋い移籍したとしても、うん、まあ一人、二人、夏で取っとかないと、ちょっと足んないよねっていう感じは見受けられるんですよね。うんうん、そっか,そっか、うん っていう話してると、うん、実はこれ、えー、動画出るのが4月14日だと思われるんですが、うん、あと2日後から遺跡の市場が夏ちゃんとオープンします。 なんで、多分ここから約1ヶ月間きますから、うん、その間で各チーム、やっぱちょこちょこ人の流れがあるんじゃないかと思うので。嬉しいですね、先生、はい。<laughs> もうオリンピックもありますけど、んそんなところもね、だから、動画出していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願、はいします。いやいや、もう毎回整理できるんでた、もうん、助かりますね。ありがとうございます。あと、古橋選手、この2チームに移籍する場合なんですが、うん、あのどっち行ってもレギュラー待遇クラスなので、うん この間の三笘さんが、あの、約4億円での移籍だみたいな話が出てるってのを言いましたけど。ドライトン、経由のそうですね。えー、サンジロワーズ。はいはいはい。古橋さんも、2から3ぐらい入ると思うんで。神戸に神戸に。なんで、それ相応の選手また取れますから。なるほどね。うん。だ長友さん一人取ってもまだまだお釣りある状態だと思うので、そこら辺がだから神戸としてはやれるところかなとは思います。うん。そうなのね。<laughs> わかりました。はい、はい。という遺跡の話でした。わかりました。というわけで、ミルクサッカーアカデミーね、毎日やってます。ぜひチャンネル登録ね、高評価ボタンでお会いしていただきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。またででね。ありがとうございました。でで先生、皆さんありがとう。ありがとうでした。